せいでやってると思ってる。何だよ。テニスの甘いの辛いの。じゃあそれ聞いたやつ。一人で歌ってもね。イントロが変わっちゃう。あとね。ボイスティングだし。ボイスティングだし。全国何人とか出るから。ありました。
めでとうございます。なんか先週もここにいたような気がするんですけど、今日はウリキャンなので、ウリキャンとしては今年一発目なのでよろしくお願いいたします。今日はあと3人ボーカルの方がいらっしゃって、結構バラエティに飛んでると思いますので、あ、全部で、まあ、私以外の、あ、めってこういう、はい、いませんでした。私じゃないです。あ、いいか。5人です。そうそうそう。1、2、そうそう、5人です。なんか超バラエティと、お楽しみください。じゃあ次。いいですね。はい。でもやっと歌って温まってきました。じゃあ次の歌を、うん、you
次のコーナーでは、こちら次のシンガーの方をお呼び、英語で言っちゃった高田様。仕事帰りなもんでそのまま来ちゃいました。いいですか。はい、いいですよ。
声が変わったかなっていう。なんせこの前のライブから一回も練習してないよね。したっけ？しましたよ。したでしょ。した？したよ。いや、こういう曲は全然やってない。やってないからね。ケモンで。そう。声も出ないし。ダメだ、練習しないと声出ないよ。声出ないから、バックはわけわかんないから。本番本番、ダメ出しなし。楽しませてますよ。はい。じゃあ、小森さん、お願いします。Thank you.
Oh,
方がおかしくないような気がする。じゃあ次、寒いのに。真冬の出来事ってだいぶに仕上げました。ああ、冬に変えちゃうと思って。そうそうそう。でも歌詞的に結構冷たい海とか言ってるから、そう普通に、じゃ本当に真冬に変えちゃっていいんですか？まあ、秋でもなんでもいい。いや、ちょっと、でもね、真冬って一回しか言わない歌詞の中で。だからそんなに問題ないから、じゃあ真冬で言ってみます。歌詞の中で真冬って一回しか出てない。じゃあ真冬の出来事はい新曲
所によって変えちゃいましょう。でもこ一箇所だけ。一箇所。意外と大丈夫。あれ次は。ワンステージ目最後ですね。はい。歌手の人出てきます。楽しみに。